白紙書貝塚白紙書貝塚は、秋田県の白紙屋座白紙書87にある、縄文時代晩期前半の貝塚である。県指定文化財になっている。日本海から約3キロメートル、米城川、下流の城平野の浅内大地の北に位置する。昭和29年、土地所有者にして、郷土市屋であった、秋元都市基地によって発見された。翌昭和30年から32年、 33年の3回にわたって発掘調査が行われ、この第二次調査で1体、第三次調査で7体の屈草人骨が土工墓から確認された。他にも縄文時代の土器、石賊、石碑などの石器、多くの骨格器や1270点の海製品などが出土した。小規模ながら発掘された大量の海和と骨製品。 性別のわかる全身の人骨などは、縄文時代の遺跡としては、秋田県内では貴重であり、貝塚は昭和30年1月に、県指定文化財、出土した骨格製品及び改製品が、平成10年3月に、県指定有形文化財となった。男女と子供の、軽八体の人骨が7基の土工房に屈装されており、うち5体は頭に、 赤色塗料であるベンガラが塗られていた。2体は、呪術的理由と見られる頭部への穴があり、新生児と見られる人骨は、右手首に5個の貝輪を装着していた。サルボー、米系貝、牡蠣で作られた1270点の貝輪が発見された。紐でまとめられた作りかけの貝輪や、貝を加工するのに使ったと見られる特徴的な形に、 摩耗した石器も発見されており、貝殻が多く打ち上がる沿岸に近い、この地で加工がなされ流通したとみられる。他には土製、骨製の腕は、腰飾り、鹿の骨、または角、鯨の骨製のかんざしなど27点の骨製品も発見されている。瓦け、土偶、耳飾りなどの土製品、石板、曲玉、下玉、石鹸などの石製品、 一粒などの骨格製品、科海のシシクジラなどの重骨、魚骨、栗、クルミトチの炭化した好みなどが発見されている。ありがとうございます。